はい、どうぞ。あ、ない状態大丈夫です。はい、確かにね、ないバージョンで。ここからイエーイセンター。はい、はい、じゃあ、俺から行きます。じゃあ、ピースでいいですか。前鏡でお願いします。じゃあ、体を起こしてちょっと斜めに振った感じ。はい、決めポーズとかやる。決めポーズ。はい、ありがとうございます。じゃあ、すみません、お隣です。はい、少しネットアップもらいます。ちょっと元気な感じもらえますか。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、じゃあこちらお願いします。はい、じゃあ、はい、なんかちょっとひらっとやってもらっていいですか。うん、はい、じゃあ体ちょっと横に来てください。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあこちらください。はい、正面から。はい、バウンスです。大丈夫です。じゃあ、スカート広げる。はい。大丈夫ですか。すみません、振り口をください。はい、逆もいいですか。はい、ありがとうございます。はい、着の目お願いします。じゃあ、さっきのスカートを広げる感じの。はい。はい。振り向きですね。はい。ちょっと背中見せるような感じですか。はい。ありがとうございます。じゃあ、すいません。一歩前へ来てください。はい。ではお願いします。まっすぐに立ってください。じゃあピースで。はい、はい、じゃあちょっとスカートを広げるような感じ。はい、はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ最初全身取ります。はい、やっぱり。はい、はい、スカート。はい、なんか得意なポーズの得意なポーズないな。ありがとうございます。はい、こちらのスカート。はい、シンデレラ。じゃあ、それからお願いします。はい、お願いします。ありがとうございます。はい、じゃあ、デビューで持ってください。ちょっと前に倒すから、そうそう、倒すからでね。じゃあ、お願いします。指差します。はい、はい、行きます。じゃあ、ちょっと盛り出す感じ、前鏡で、指なしていいです。はい、行きます。今度体を起こしてお腹の前です。はい、行きます。はい、大丈夫です。ありがとうございます。じゃあ、お願いします。じゃあ、それは外側で近くにお願いしますからね。もうちょっと離してくれると嬉しいです。ありがとうございます。あ、そうですね。はい、ありがとうございます。じゃあ、そのままお願いします。はい、ではお名前ください。はい、ありがとうございます。じゃあ、もうちょっとこっち。OK。 はい、すいません、また。はい、はい、はい、じゃあ、振り立っていただいて、いいですね。はい、ありがとうございます。はい、はい、
片手でスカート広げる。うん、じゃあそのままいきます。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあコメント取りを、はい、お前お手柔らかにお願いします。はい。お手柔らかに。失礼します。じゃあ俺やっちゃいよ。いいよ。じゃあお願いします。お願いします。はい、ブレメンさん、はい、え、もう、あ、もうあれですか、もう全然来ないんですか。本気のこっちですか。そうそうそう。じゃあ行きますよ。はい、はい、じゃあ集まり、おめでとうございます。ありがとうございます。ファースト、はい、そうです。まず手にした感想は、あ、手にした、うん、あ、お母さんには見せられないなっていう気持ち。そんないきなり際どいのとか。いや、際どくないんですけど、うちの母なんかあんまり水着とか苦手なので、はい、見せないようにしようって思ってます。はい。撮影はいつ頃、どちらで。4月にバリに行きました。はい。じゃあ簡単に言うと内容を説明していただければ。はい、内容はですね、今まで、やってこなかった水着を、あんまりいっぱい映像はなかったんですよ、を今回、やってみようということで。そうですね、前は初めてこういう水着を、なんで嫌だったかっていうと、やっぱり結婚して旦那さんの前ではいいけど、そうじゃなくていろんなこう男性の目にも触れるわけじゃないですか。それがなんか嫌だったんですよ。なんか私のそういう恥ずかしいところを見られるっていうパーソナルな部分を出すのが本当に嫌で、だったんですけど、AKB の衣装さんとかがずっと9年以上の48グループでやらせてもらってきて、衣装のサイズが一度も変わったことがないって褒めてくれて、体がリカちゃん人形みたいだっていうのをすごい言ってくれたんですよ。で、年齢と比較すると、だから、まあ、この年齢でこのプロポーションでいられるのは今しかないかもしれないと思って残そうっていう。まさに20代のうちに。そうです、もちろん。そのプロポーションをこう9年間変わらず保ってる秘訣っていうのは何かありますか。はい、そうですね、食事もそうなんですけど、やっぱりダンス、 AKB のダンスだと思うんですよね。無駄なところに筋肉がつかなかったりとか、やっぱり今いろんなエクササイズあると思うんですけど、私ダンス本当に苦手だったんですよ。でもう腰痛もすごかったし、 OL 自体はだけど、 AKB に入って腰痛がどんどん改善されてって、確かに過酷ではあるんですけど、程よくダンスをやることによってスタイルが AKB 加入時から変わらなかった。今もダンスは続けてらっしゃる。今もやってますね。それは、まあ、AKB の VTR だったりとかを見て、はい、自分の渡り廊下もそうですけど、はい、を家でやったりとか、ジム行かないで自宅で AKB のダンスをやってます。だから難しいのから簡単なのまであるから、うん、全部できます。それで、まあ、水着で踊りになるというので、はい、初めためらいとかあったと思うんですが、だんだん撮っててどんな感じでしたか。はい、楽しくなってきたな。あ、緊張は多分この DVD 見てもらうとすごい緊張してる顔が入ってると思うんですけど、最後の方は本当に水着じゃないところもあるので楽しく笑顔 で特にプールで遊んでるシーンがあるんですけど、その時はなんかここの角度が水着は綺麗に見えるからっていうのを意識しないでできたので、そこはすごい本当に素の私が満載だなって思いました。あと撮影時のエピソードとかあれば伺いますか。はい、バリに行ったんですよ。バリに、はい、でバリに行ったので、ジャカルタが近くて、ジャカルタの春子中川遥香ちゃんと、あともう一人あの子なメロディーちゃん、メロディーちゃんの二人がちょうどバリに来てて、一緒にご飯食べることができたんですよ。はい、そうすると撮影以外でもプライベートのお時間は持てた、はい、ありましたね。平島なっちゃんと同じ時がかぶったので、同じホテルで一緒に寝たりとか、うん、なっちゃんが朝まで寝かしてくれなかったから
私寝不足のまま撮影してたりしてて結構肌荒れしてんじゃないかなって思ったんですけど、はい、結構寝かしてくれなかったですね。朝までずっと語られました。バリア楽しかった。すごい楽しかったです。やっぱりあのバカンスで向こうの方々が来る場所っていうのを聞いてたので、なのでジャカルタからハルモンたちがこっちに来て、で、うん、でなっちゃんと私とハルカとメロディちゃん4人で、メロディちゃん言葉が分かんないんですけど、うん、でも一緒にこう喋って、なんか女子会みたいな異国で、言葉が分かんなくてどうやって喋る？はるかが全部通訳してくれました。はい、インドネシア語がペラペラなので、うん、はい、中身について聞きたいんですけど、はい、お気に入りのシーンっていうか、いくつかそういうシーンを紹介していただけます。黒い水玉を着てる水着があるんですけど、このとここれはなんかホテルにプールがついてて、そのホテルで遊んでるんですけど、私結構緊張してたので、なんだやっぱいろいろ水着って大変じゃないですか、なんかはみ出たりとかいろいろで、私その緊張感あんまり味わったことがなかったので、やっぱりカメラマンさんとかスタッフの方が遊んでくれて、一緒にで本当髪濡らしちゃダメだよって言われてたんですけど、潜るまで遊んで撮影がちょっと遅くぐらい遊んじゃったんですけど、そのシーンは本当に楽しかったですね。あとあオフショットで、オフの日にマネージャーさんとイルカに会いに行ったんですよ。それが本当にハンディカムで行って、画像がちょっと荒いんですけど本当に楽しくて、もうイルカと戯れてるシーンは本当にただの自分の自己満のプライベート映像みたいになって、なるはい、そんな感じが、それはすごい入ってたんだこれって思いました。かなり見どころ、かなり見どころです。はい、今日の衣装のポイントは、あ、今日はですね、うちは代々母からダイアナの靴を履きなさいって言われてて、で、なんでかっていうと、ダイアナはメンテナンスもちゃんとしてくれるし一生履けるよって言われてて、足も悪くならないよって言われてて、なのでダイアナの靴を選びました。今回、はい、今日はデビューの作品ということ、そうです、そういう、やっぱり、はい、親の受け継いで、はい、村野さんは今後グラビアとかをやっていかれるんですか？今後グラビアとかをやっていかれるんですか？あ、やりたい気持ちはあります。ただ胸はないんで、お尻とくびれはすごい褒めてもらえてるんで、ファンの方から。あと一回、渡り廊下の撮影の時にカメラマンさんが後ろ向いてって言って、私の後ろ姿を撮ったんですよ。お尻は重大だねって言われて、テンションが上がるのか下がるのか分かんない時ありましたけど、うん、じゃあ3サイズは書かれてないですけど、割とお尻は大きいんですか？いや、リケツってか、いや、お尻、くびれからのこの、ここが外人の上がり方、外人の上がり方なんですよ。わかりますよ。あのキュッて上がる感じ、海外の人ってお尻がキュッて上がって小さいじゃないですか、あれ、はい、あれです。だからちょっとそこが見どころで、そうです、家でずっとつま先で歩いてますから、ずっとつま先で歩いてるんですよ。素晴らしいと思う。普段のメンテナンスの成果、さつきみどりさんも言ってましたからそうです、テレビで言ってましたから、はい、なるほど、目指して頑張って、はい、今日まあ一個残念だったのが、マネージャーさんに今日シンデレラの格好で出てもいいですかって言ったんですよ。もうハロウィンも近いし、金髪の髪にしてお願いだからやめてくださいって言われて、ティアラだけにしてくださいって言われたのがショックです。そのタイトルのシンデレラストーリー、これはどういう、はい、意味で付けられたのか伺いますが、私はもともとすごいシンデレラが好きで、あの憧れてるので、まあ、シンデレラストーリーって最初ついたら絶対2ってできるかなっていうのもあったんですけど2ができるじゃないですか、はい、ね、ストーリーなんだから、これ今1作目ですけど、その願いも込めてちょっと腹黒くつけてたんですけど、ご自身の生活ではシンデレラになれそうなこととかっていうのはどうですか？本当にかぼちゃの馬車が来るんじゃないかって思ってるんですけど
なかなか来なくて渋滞にハマっちゃってて、かぼちゃの馬車が何なんでしょうね。で、ネズミもね、来るんじゃないかなって思うんですけど、なかなかネズミが喋り出さないんですね。迷ってる。王子様は、ネズミはいらっしゃる。そうなんです。私、この質問すごい今日もう期待してたから終わるから。じゃあ来ると思って。でも、私より皆さんの方がプロだと思って本当に聞きたいんですけど、この返しで、よくアイドルあるじゃないですか、はい、一番いい女に見える答え方教えてほしい。これを見た男性陣が、この子いいわみたいな。この子、お願い、もう今までアイドルとかのこの辺と毎回あるけど、この子すごかったっていうのを教えてほしい。一応村野さんが、じゃあそれを意識して答えをじゃあ、まあ、していただいていいですか。いや一回くれないとそれぶって言えないから。じゃあ王子様待ってますみたいな感じ。え、どうですか。いや、それちょっとダメ、ね、普通じゃないです。普通ですか。すごかったのあるでしょ絶対。あるし、ほらありそう。あのツンデレが意外と来ましたね。そうなんですか。いや、まさにツンデレ待てなんかいないんだからね、ふんみたいな。次やりますか。じゃあ振りますか。ここカットして、はい、ちょっと笑っちゃうわ。はい、はい、どうなんですか。シンデレラってお話ですけど、はい、王子様とかは今いらっしゃるんでしょうか。まあ欲しいっちゃ欲しいですけど、待ってなんていないんだからね。ちょっと待って、なんで笑ってんですか。え、リクエストしたでしょ。いいでしょ、いいでしょ。ダメ、違う。完全に術にハマったんです、皆さん。練習してきます。じゃん、これがなんかかわし方なんですよ。これがね、シンデレラワールドなんですよ。でもパート2につながるわね。はい、パート2につなげたいので、私、ランク王国で1位取るのが夢なんですよ。夜中、いつもランク王国見てんですよ。はい、ね、本当に大丈夫ですかね。今後の告知一つ、あ、はい、バスツアーあります。みんなの方が知ってるよ。バスツアーとか、あと女塾っていうのでセンターになりました。 AKB ではできなかった、秋元先生ではセンターなかなかなかったですけど、2700さんが、芸人さんのがプロデュースしてくれて、アイドル活動なんですけど、ユニットアフェリアサーガのミクちゃんとか、あとは、あの子、あのほら、なんとかさえみちゃんとか、工場、いや違うの、工場さやらちゃんとか、コーチまさみちゃんとか、SDN の前のメンバーもいるし、いろんな、ホームランちなみちゃん、なみちさんとか、なんかそういうなんか分かんないメンバーがパッと集まってるんですけど、なんかセンターにしてもらえたので。センター気持ちいいですか。最高ですよ。誰かの真ん中に行きたい。なんで笑ってるんですか。いや、真ん中が一番いいですやっぱり。でも、あのそれも歌って踊ってプロモーションビデオを撮ってきたので、ぜひ。また制服も来ましたし、はい、って感じです。じゃあ、あのファンへのメッセージ、あるいはこれから DVD 買おうと思ってる方々へのメッセージあれば伺えますか。はい、ファンの皆さん、満を持して私のこのプロポーションを、出してみたんですけれども、今回初めてなんですけど、もっと、成長できるように、グラビアのポーズを瀬戸咲ちゃんから習っています。なので2が出せるように頑張りたいので、皆さんぜひよろしくお願いします。ぜひ2が出るのを楽しみに待っております。はいはい、ありがとうございます。王子様はどんな感じですかね。はい、例えるなら理想の王子様は役者さんとかするの。理想の王子様、例えば面白い方とか、まあ、官僚だとか。でも私、今日 の, 方あの取材陣の方の中で一番タイプです。そんなにいらないんじゃないの。俺だと思ったよ。違う、新加工だよ。徳さん、裏のワールドです。天才だよね。すみません、ありがとうございます。じゃあ終わります。ありがとうございます。すみません。レコーダー忘れないでください。